いやー、どうも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 。やっぱりね、桜が一輪二輪咲いてきましたね。春ですね。でも今年の春はね、春霞ってやつがね、あまりないですよ。どういうこと？普段の春と違うんだけど。桜ひらひら舞い降りて落ちて揺れるこの、なんだっけ。 しばらく歌ってねえから忘れましたね。生き物語の桜でございます。いやー、今日ね、今から盛岡の南イオンっていうところに行くんですよ。お客さんとちょっと待ち合わせ。いやー、今日はね、風が強いね。風、この風は北からの風だな。春といえどもね、まだちょっと肌寒いですよ。ここはね、森の大橋っていうね、橋。ありゃ、岩手山がさ、すごいこう川に入るね。ちょっとアングル変えますか。どうすかね、いい感じで映ってますかね。まあ、川は下の方にあるからさ、川は映んないと思うんだけど、まあ、いい感じじゃない？天気もいいし。普段の春はね、これ霞がかってんのさ、この時期さ。今年ないんだよね、それがね。いや、それでね、南イオンまでもうあと5分ぐらい。まあ、5分もかかんないと思うんだけどね。予定より20分ぐらい早く着きましたね。いや、ちょっと余裕見てきたんだけど、確実にそのチャリンコを漕ぐスピードがね、速くなってるっていうのと、坂道去年まで押してたとこね、押してないから。 全然違うさ。去年もそのお客さんと南イオンで待ち合わせしてね、くっちゃべったんだけど、去年より全然速いよ。どういうこと？ いや、みんなもさ、体鍛えた方がいいよ。さーて、イオンに来ましたね。まだ朝早いから車は少ないですけどね。去年来た時はさ、ガラガラだったよ。本当に例の騒ぎで本当にえらい迷惑だよね。この前さ、俺ツイッターで見たんだけど、検査あるでしょ、ピーなんとか検査。あれで、こちらは陽性用とかね、こちらは陰性用の PCR がもう用意されてる画像をね、まあ、ある看護師さんが命がけで写真撮ったらしくて、それアップされてたの見たよ。本当にもうやめてくれって、もうやらせだべ、どう考えたってね。いや、盛岡の人はね、一瞬目を疑ったかもしれませんけどね、孤独なんでお前ここ走ってんだっていうことになってると思うんですよ。お前さっき南洋にいただろうってとこなんですけどもね、実はね、孤独の入学式だよ、入学式。 いいね、孤独のね、波乱劇場の開幕が始まりましてね、南オンで僕はね、待ち合わせしたつもりでしたよ。まあ、間違いないですよ、これね。だけども、お客さんはもう一つあって、前方イオンで待ってたわけ。 で、お互いに食い違いさ。ということでね、今日はちょっと時間が取れないからっていうことで、また明日会いましょうっていうことになりましたよ。そしてあともう一人ね、ショップの店員さんのお客さんね、前方イオンじゃない、南イオンいるお客さん、今写真撮ってたからね、ちょっと待ってみましょう。いや、いいね、入学式ね。 いや、それでね、南イオンのお客さんに、休憩時間にちょっと時間いただけますかっていうことでね。で、休憩時間がね、1時だったの、午後の。まあ、当たり前か。 時間がさ、結構空いたからさ、イオンでうろうろしてんのもいいんだけど、時間もったいないから、ちょっとね、ここの近くのお客さん、すぐ終わるお客さんの仕事あったからね、
今そこまで来て終わらせてきたの。これ自分でもさ、自分が自分じゃないように感じんだけど、もう全然疲れないよ、ここまで来ても。相当な距離走ってんだけど、まあそういうことでね、せっかくだから昼飯はね、この近くに蕎麦屋さんあったんだよ。前から勧められたんだ、いろんな人に、そこ行ってくださいと。せっかくだからね、そこ行って、なんか中華そばがあったと思うんだよ。蕎麦屋さんの中華そばって俺好きだからさ、中華そばあればね、それ食べてみようと思いますよ。やってるかな、いつもね、俺来るとやってないんだ。あ、でも上り立ってるね、立ってるからやってると思うんだ。ここだね、この蕎麦屋さんね。じゃあここで食べましょう。孤独、波乱に満ちた人生です。あ、泣かせてごめんよ、泣けてくるんじゃねえの。いやまだ泣かせてごめんよって、なんかパン屋さんあるよ、これ。本当に。いやあのね、撮影 NG。 いや、撮影 NG だよ。あのラーメンは食べてきたよ、ラーメンは食べたけど、撮影 NG だからしゃあねえよね。それでね、ラーメンの、ね、量がね、少なかったんだ。少なめ、なんかそういう店みたいよ。あのみんななんかそば頼んでおかわりで何度かって、そういう頼み方してたから、多分そういうお店なんだよね。だからなんかリクエストをくれた方、そういうことだから。取らせてもらえないでね、まだ腹がさ、だから少なくてさ、中途半端なの俺の腹の中今。なんかこれ新たにさ、また何かを食べるっていうと今度多すぎるでしょ。かといって腹の中8分目よりも少ないのよ、5分目ぐらいだよ。ということで、これはなんか甘いものでも食おうと、またね、お客さんとの会う1時までね、時間あるんでね、ちょっと甘いものを食べようかなと思いましたよ。で、僕が盛岡で一番好きなケーキ屋さんだ、ひまわりって、この近くなのさ。だからそこに行って、イートインでね、ケーキ食べようと思いますよ。ひまわり菓子店でございます。ありゃ、休み？ああ、電気ついてた、よかった。やってたよ。いやー、孤独のね、波乱劇場はまだ続行中でございましたよ。あのひまわりがね、例の騒ぎのせいで、イートインコーナーをね、撤廃してたの。いやー、俺どこまでもね、今のところ波乱倍が中途半端よ。で、俺の脳内はもう甘いものになってんだね。甘党だからさ、本当にもう今日はケーキ食べるぞって決めたからさ、もう甘いのは食いたいわけよ。ここがね、あ、これステーキでしょ。あれだ、シフォンケーキしかなかったよ。俺の腹は違うよ、シフォンケーキだね、もう今のところ。だってひまわりのさ、ショートケーキがもう目にこびりついてんだ。あれ美味しいんだ、本当に。いやー、ここまで来ちゃったね。ここ左行ってみっかな。ここの大判焼きも気になるんだけどもね。違うんだよ、俺ショートケーキ見ちゃったからな。これなんだ、これこんな店あったっけか。カフェよりどこ、あ、これいいじゃん、これいいんじゃない、カフェよりどこ。入ってみよう。ショートケーキじゃなく
あんみつ、あずきがクリームに勝った。おっといけない、 Wi-Fi をオンにしよう。僕は脳が疲れると甘いのを取る。脳腫瘍の手術をして酸欠にもなりやすい。だからマスクは勘弁してよ。昨年飛行機のマスク問題あったけど、あのキャビンアテンダントの女性、別のテレビで巫女さんになってました。ありゃ大婚約者だろ、ご勘弁を。